どうも愛嬌です。今日はですね、おたふく手袋さんの防水ソックスをご紹介したいと思います。僕は以前までバイク通勤をしていたので、雨の日もバイクに乗って通勤するわけですよ。なので必ずですね、防水ブーツを履いて通勤してました。モンベルの登山靴を使っていたりとか、あと今も愛用しているようなガエルデの防水ブーツっていうのを使ってたんですけど、防水っていう風に絞ってしまうと結構ね、選べる製品自体が絞られてしまいますし、あと防水は通気性がいいわけじゃないので、夏場はちょっと暑いっていうところがデメリットだったりするんですよね。じゃあ雨の時だけ防水ソックスを使うっていうのはどうなんだろうと思ってですね、今回はおたふく手袋さんに製品をお借りしました。正直防水ソックスっていう製品はですね、僕も今まで使ったことがないんですよ。なので現時点では皆さんにこれおすすめですよとも言えないし、いやこれはちょっと違うんじゃないっていうふうにも言えないんですよ。これから実験をしつつですね、皆さんに魅力をお伝えしていきたいと思いますので、よろしければ動画を最後までご覧ください。はい、ではですね、まず実験をする前に商品のディテールをお伝えしておかないといけないのでね、まずディテールをご紹介します。今回紹介する商品、品番は FB505 ですね。商品名がフーバー防水ソックスという製品名で、価格は公式通販サイトバズワークスでですね、3050円、 Amazon の実勢価格は2200円前後でした。でカラーはですね、ブラックとカモフラブラックっていうのがあるんですけど、今回実際製品をお借りしてますんでご紹介します。こちらがブラックですね。本当に黒一色っていう感じで、この上の部分にですね、フーバーのロゴが入ってます。それとこちらですね、こちらがカモフラブラックという形です。カモフラブラックと言いつつも差し色で黒が入ってるぐらいで、ほとんどがカモフラ柄という感じですね。でサイズがですね、 M と L があります。こちら M サイズっていう表記あるんですけど、 M サイズはですね、24から26センチまで対応してますね。で L サイズの方はこちらなんですけど、こちらはね、26センチから28センチまで対応している形になります。でフィット感に関しては後ほどまた別途ねご紹介したいと思います。でまず製品のディテールの部分なんですけれども、この靴下の構造としてはですね、こちらは3層構造になってます。表面、こちらの表面に関しては摩耗に優れているナイロンで、内側、こちらの内側ですね、こちらの内側に関しては吸汗性に優れたコットンを採用してます。でこの表生地と裏生地の間に防水フィルムがサンドされているというような構造になりますね。で中に入っているですね、防水フィルムは袋状になってます。袋状になっていて縫い目がないので水を通すことがないということなんですけど、防水フィルムっていうのは風も通さないので、ある意味防寒製品としても使えますよね。でこの足の入れ口の部分はですね、こちらはゴムが採用されてて結構伸縮するんですけど、ゴム自体はね結構しっかりフィットさせるためにきつめになってますね。でまあこの生地をですね、実際触ってみると、ちょっと厚手の靴下だなっていう感じはするんですけど、いろいろこう触ってみるとですね、この後ろ側のこの辺なんですけど、おそらくこの価格ではちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、この部分ね、触ってるとちょっとごろつきを感じるんですよ。生地と生地の間に袋状の防水フィルムを挟んだとしても、何もしないとこのフィルムって動いちゃうと思うんですよね。だからどっかしらで溶着しておく必要があると思うんですよ。縫って止めちゃうと縫い目からやっぱ浸水しちゃうし、もう溶着一択だと思うんですけど、おそらくですね、この後ろのライン、この辺りで防水フィルムを溶着してるんだと思いますね。この辺りは言及されてないんですけど、構造的には溶着しないともう動いちゃってどうしようもないと思うので、この辺り溶着してるんじゃないかと思います。では続いてサイズ感お伝えします。はい、ではサイズ感なんですけど、僕の普段履いてる靴のサイズは26センチです。でこっちの黒い方が M サイズで、迷彩柄の方が L サイズ今回借りてるんですけど、こちらの26センチまで対応の黒い方で全く問題なく履けます。このね、生地が結構伸縮性のある生地なので、
結構ねスルッと履けて窮屈感も全くなかったですね。ただねこのやっぱ足の入れ口の部分、この部分はしっかりフィットさせないと、まあ、雨が入っちゃったりすると思うんですよね。だからここはねちょっと若干きつめですね。で試しに厚手の靴下を履いた上からこちらの26センチまで対応の防水ソックス履いてみたんですけど全然きつくなかったです。でこれ内側の素材がかなりねこうサラサラっとした感じの素材なので足を入れる時もかなりスルッと入りますね。抵抗が全くなかったです。この裏地に関しては吸水性に優れたコットンを採用しているので、まあ、素足で履いてもすごいサラサラしてて肌触りもいいですししっかり汗も吸ってくれるんですけど、ただねこの防水フィルム自体に透湿性はないんですよ。なので吸水速乾性に優れた靴下と一緒に着用するのがおすすめです。オタフクの商品だとね絹の力っていう製品があってこれ5本指ソックスがあるんですけどこれね3足組で820円なんですよ。これ割と安いのでこのあたりとねセットで使うといいんじゃないかと思います。それではですねお待ちかねの防水テストちょっとやってみたいと思います。はい、バケツに水を張ったんですけど、じゃあこの中にですね今この靴下履きましたんで足を入れてみたいと思います。うわマジか、大丈夫かなこれ。あーえこれ濡れてないのかな。あの水がやっぱ冷たいので水のね冷たさっていうのは感じるんですよね。この時点で濡れてないのかな、ちょっと不安だな。一回脱いでみます。あ、足はサラサラのままですね。濡れてないです。冷たさはやっぱでも感じるんだな。ちょっともう少し長い時間入れてみましょう。はい、この状態でとりあえずどうだろう、1分ぐらい入れてみましょうかね。はい、1分経ちましたんでちょっと脱いでみます。よいしょ、あ、足は全然サラサラのままですね。全然浸水はしないみたいですね。ちょっと靴下履いた上からもう一回履いてみます。結構ねあの水の冷たさを感じるのでまず普通にこう靴下を履いた上からですねこの防水ソックス履いてみましょう。あ、これね靴下を履いた状態でこうやって水につけてもあんまり水の冷たさを感じないですね。これはねやっぱり靴下の上にこの防水ソックスを履いた方が効果をより体感できるんじゃないかと思います。あとはこう耐水圧がかかった時にどうかですよね。フィルムが入ってるということなんでちょっと内側から水を突っ込んでみてそれでも水が漏れないかどうかっていうのを確認してみたいと思います。重さがかかるんでね耐水圧に弱かったら結構すぐに水が染みてきちゃうと思うんですよ。はい、ではですね、シャワーでですね中に水を入れてってみたいと思います。よいしょ、このシャワーヘッドを入れてですね出してみましょう。おお、結構入ってますよ水風船みたいになってきた。おお、もう溢れるな。よいしょ、どうでしょう今ね、このぐらいこのぐらいまでたっぷんたっぷんに水が入ってる状態なんですけど全然外側に水が出てこないですね。意外とこの中に貼られてる防水フィルム結構ね水圧がかかっても浸水しないみたいですね。これすごくないですか、ほらめちゃくちゃ水入ってて今タッポンタッポンしてるんですよ。こんだけ振ってもこれねやっぱ中に入ってる水で水圧がだいぶかかっちゃってる状態だと思うんですけど全然ね外側に染み出てこないです。ほら全然出てこない、これすごいですね。最後にですね靴の中がもう浸水してしまっているという状況を再現してちょっとバイクに乗ってみたいと思います。これはねワイルドウィングさんのバイク用の長靴なんですけどここに水を入れてですね、うわ
中がぐっちょりの状態にして、ちょっとバイクに乗ってどんな体感になるのかっていうのをやってみたいと思います。こんな感じでね、中水ちゃっぽんちゃっぽんですよね、水ちゃっぽんちゃっぽんこの状態で、では乗ってみましょう。はい、というわけでゴム製の長靴の中にですね、水を入れて、まあ、ゴム製なんで水抜けないわけですよ。その中にですね、今フーバーの防水ソックスを履いて足を入れてですね、走っております。でバイクに走り出す前はですね、普通にもちろん道路を歩いているわけなんですよ。で僕の体重がかかるわけですから、さっきね水を入れた時以上に耐水圧はかかっている状態なんだと思うんですけど、その状態でもね水が浸水してくる感じっていうのはないですね。で僕はバイク通勤してましたんで、やっぱ豪雨の時にねこのブーツの中に水が入っちゃってちゃっぽんちゃっぽんしてる状態っていうのは何度か経験してるんですけど、あれもう最悪なんですよねもうぬるぐちゃって感じですごい気持ち悪いんですけど、今中には水が入ってる状態ではあるんですけど、あのすごい不快感っていうのがないですね。でこれね、中に普通の靴下も履いてるんですよ。その上に防水ソックス履いてるんですけど、やっぱりね靴下は履いた方がいい。でその靴下の上に防水ソックスが理想ですね。この状態だとあんまり水の冷たさを感じるっていうこともないし、あのぬるぐちゃっていう感じね、水が入ってるあのぐちゃぐちゃっとした感じも靴下を中に1枚履くことで結構大丈夫になりますね。厚手の靴下なんか相性いいと思うんですけど、まあ、夏場はね厚手の靴下暑いですから、まあ、さっきも紹介したようなですねおたふく手袋さんの靴下を履くっていうのもいいんじゃないかと思いますね。いやこれね結論すごいいいですよ。これは全然ありですね。防水のブーツカバーとかもあるじゃないですか。あれもね僕結構いいと思っていて、ワイルドウィングさんのやつ持ってます。で本当に出先とかで困った時は使ったりすることもあるんですけど、サイズ感的にはねこっちの方がちょっとちっちゃいんですよね。だからどっちか持ち歩いとくとなんか臨時的に使えていいんじゃないですかね。サイズはそんなにかさばらないですし、まあすごいねこの防水性も今回のテストで実証できたので、これはね普段から使わないまでも持ち歩いててもいいレベルなんじゃないかと思いますよ。あちなみにねオタフクのホームページとかにも書いてあったんですけど、これ表生地は普通に水を吸う生地なわけですよ。で毛細管現象とやらでですね、この表生地が水を吸ってそれがね徐々に上の方に伝わってくんですよね。で結果的に裏地の方までね時間をかけて浸水してきてしまうっていう症状は発生するみたいですね。オタフクの公式だと5時間から6時間ぐらいって書いてありましたね。まあ、このソックスが5時間6時間ずっと濡れたような状態になっていると表生地から裏地の方にですね上を伝って入ってきてしまうということだったんですけど、まあ、5、6時間あれば全然大丈夫じゃないかなとは個人的には思いますけどね。はい、というわけで今回はオタフク手袋さんのフーバー防水ソックス使ってみました。実際にちょっと使ってみるまではねおすすめできるかどうかわからなかったんですけど、いやこれはね全然おすすめできますね。一足持ってるとすごく便利なんじゃないかと思います。結構防寒性もあるから冬場とかに普通のソックスの上にもう一足これを履くっていうのもありなんじゃないかと思いますね。結構ねスルッと履けるから靴下の上からオーバーソックスとして使うのにもね結構便利な気がしました。今ね実はあのスリムタイプのデニムを履いてるんですけど、デニムのね上から履けちゃってるんですよね。これ結構伸縮性もあるので、こうデニムの上のところまでギュッと引っ張って履くなんてことも全然できちゃいますね。これは文句なしにおすすめの一足です。今回の動画が参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。ツイッターとインスタグラムもやっております。概要欄に URL がありますので、よろしければフォローをお願いいたします。今回の動画でわからない点があったという方はコメント欄の方にコメントいただければ必ず返信させていただきます。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。